大谷の常識外れない行、エンゼルスの大谷は27日、本拠地ホワイトソックス戦に、2番投手で先発出場。初回に27号先制ソロ、降板後の7回にも28号ソロを放つなど、3打数3安打2打点と爆発。投げても7回途中4安打1失点、10奪三振の好投で7勝目を挙げた。登板時に打者としてマルチ本塁打をマークするのは初。二刀流劇場を目の当たりにした相手のジェイク・バーガーは、100球投げて降板した後に本塁打を放ってしまうんだ。彼のやっていることは信じられないと最大級に称賛していた。大谷のやってることバグってて草。100球投げた後ホームランって常識外れすぎんか。大谷は非常識やからしゃあない。もう、これくらいのことをやっても、普通になってきていることが異常ではろた。投手は1球投げるごとに握力が奪われていくんやぞ。Y も経験があるが、100球を投げた後は食事で箸も握れないくらい握力が落ちたな。だから大谷のやっていることの凄さがわかるわ。100球を投げた後だとバットをグリップする力はかなり弱くなるぞ。降板後に反対方向にホームランとか異次元すぎてもう信じられん。本当にその通りだわ。先発ピッチャーは登板後は完全に体を休ませて回復させる必要がある。世界中の全ピッチャーが回復してるのに一人だけ休まずにせっせとホームランを打ち続けている。大谷マジで何やってんのってレベルなんよ。この試合は投げて打つのは大谷に任せて他の選手は一生懸命守るだけだったな。キャッチャーが見失ったフライをしっかり自ら代わりに補給してたぞ。ピッチャーやりながら守りもやってて草。大谷にソロホームランが多いのは辛い。頼むから楽させてくれ。見ていて全然安心できない。まあ絵じゃなくて本当に良かったわ。ちなみにジェイク・バーガーは大谷に対して3打数無安打だった模様。やめたれー。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。